どうも、チャコ先生です。以前、ツイッター経由で、現職の先生向けに、版書の悩みに関するアンケートを実施しました。今回はそのお礼も兼ねて、アンケート結果を動画にまとめます。よろしくお願いしますえ。全10問あったんですけど、抜粋して紹介したいと思います。約1週間で61名の先生方からの回答がありました。本当にありがとうございました。問い1の講習についての内訳はこんな感じです。 複数回答ありですが9割が小学校の先生ですね、えー。これは私が元小学校教員なので、まあ、同じ講種の人の意見を集めたいと思って Twitter で「小学校教員」って検索して出てきたアカウントに片っ端からアンケートのお願いをして回ったっていう感じなのでこういう結果になっております。でその61名の先生たちはこう「版書のことでどのくらい悩んでいるのか」っていうことについて聞いたのが問い3です。5段階評価で 1>, 1は全く悩んでいない5はとても悩んでいる点数が高いほど悩んでいるということですで4点と5点をつけた先生は合計して55.8%いましたつまり過半数の先生たちが何らかの悩みを抱えているということになります次に問い4では普段のの書についいての自己評価を伺いましたこれも5段階評価ですが2点と3点がそれぞれ41%と36%で抜きに出ています 最高評価をつけたたのはわずか2人でした最低点をつけた先生も7人いました児童生徒からすると先生って何でもできる大人っていうイメージかもしれないんですけど先生って本当毎日こんなに悩んでいるんですねで次に気になったのが経験年数による悩みの変化ですベテランの先生と新米教師が同じ板書の悩みを抱えているとは思えませんその点を分析したのが次の図です 縦軸が点数横軸が年数で経験年数0年というのは先生を目指す大学生先生の卵ですねで面白いのはねここです悩み度は1年目の4.6ポイントをピークに5年目までだんだん低下していくんですが6年目で4ポイントにまで跳ね上がっていますそして9年目になるとまた下がっていきます、えー、自己評価は8年目までは2ポイント台で推移していますが この結果を踏まえて経験年数を3つのグループに分けました教師人生で最も晩書に悩まされる3年目までのグループようやく悩みが落ち着く9年目以降のグループそして2度目の悩みのピークを迎える4年目から8年目までのグループですこのグループは次のアンケート項目で使いますで次に悩みの中身について聞いたのが問い7です 5つまでの複数回答の結果はこんな感じです特に関心の高い項目は版書のレイアウト67.2%次に読みやすい文字の書き方62.3%でした逆にあまり関心のないものは姿勢やチョークの扱い方で11%でしたちなみに私はこれが一番大事だと思っています姿勢と持ち方をマスターしてしまえば他の悩みのほとんどが改善されるからです この項目を選んだ18%の先生方には該当する動画をぜひ見ていただきたいなと思います。続いて、この結果を先ほどのグループ別に集計したものがこちらの図です。はい。各グループの人数の差があるので、実数ではなく割合で表示しています。ごちゃごちゃしているので、グループ別に見ていきましょう。まず、青色の3年目までのグループです。関心の高い順に、 読みやすい文字21%、まっすぐな文字17%、番書レイアウト16%。一文字一文字の文字の書き方がわからないという印象を受けますね。えー、続いて赤色の4年目から8年目までのグループです。トップ3が下の3項目に偏っていて、上の方の項目への関心は薄いようです。 ある程度文字を書くことに慣れてきたので版書の全体や細部に目を向ける余裕が出てきたのかなっていう印象です最後に黄色の9年目以降のグループトップは版書レイアウトの24%ですでここで意外なのが4年目から8年目までは一旦下がった読みやすい文字やまっすぐな字への関心が復活していることです子供の思考を切らさないように早く書くと字が崩れてしまうなどの記述があったので 機能的で価値のある版書と読みやすい文字の両立をこう難しく感じてらっしゃるっていうことが結果に表れているかなと思います。アンケートの結果は以上です。ご協力いただいた皆様本当にありがとうございました。では最後にアンケート結果を踏まえた今後の計画についてお話しします。えー、今私が計画している版書お助けコンテンツは私、茶子先生の個人的な思いつきで始まりました。えー、きっかけはこのツイートです。 Google で検索してみるとわかるんですが「板書」っていうふうに打つとサジストされる単語が、まあ、教師の黒の塊みたいななもんなんですね私はもともと字を書くこと自体がかなり好きな方なので教員時代も番書自体はあはああままりり苦ででせんでしたで私は楽しかったんですけど手書きの文字を晒すということへの恥ずかしさを抱える先生がたくさんいるということを働き始めてから知りました。 書の自主練習などをする時間はもちろんありませんあそうなると日々の授業の中でうまくなるしかないということでじゃあどうするかっていうと隣のクラスの授業を見学しに行こうって言ってもまあそんな暇がないし直接伺いに行くのも迷惑になるかもと思って気が引けちゃうっていうことで他の場で言うと公開授業でなら書いている瞬間も見れるんですけどその後に競技会を控えているのでもう版書ばっかり見ているわけにもいかないっていうことで 次にじゃあ板書の本を読もうっていう風になると思うんですよ。まあ、とはいえですねそんんなな時間的余裕はないんで,すよで何より本の画像は動かないんですね実際に動いている本人にこう解説してほしいっていうところがあるんですけど本だけを見てもなかなか分かりづらいだったら YouTube だ、まあ、動くし解説もあるぞということで,で私も YouTube で動画あげようと思ったので一通り見てみたんですけど 板書の書き方っていうのを歌ってる動画のほとんどがですね実際に書してないんですよこれ結構びっくりしたんですけどパワポみたいな感じでこう文字解説ばっかりしてるやつが多くてですねでたまに黒板にチョークで板書しているもう1,000人級に上手い人の動画もあるんですけどもうその人たちはね上手すぎて参考にならないんですね。 練習すれば書けますよってこう簡単にそういう方はおっしゃるんですけどその練習の仕方を説明してくれないんかいみたいな感じなんですね不完全燃焼で終わっちゃうんですよで何よりですね本も YouTube もそうなんですけどつまらないんですよ仕事じゃない時に基本的にあの見てると思うんですけど皆さんオフモードの時に春は明け物とか例文で出されても うーんっていう感じになるんで、こうなんかもっと気軽に見れるやつないかなと思ったんですけどね、私が見つけた限りはありませんでした。みんななんかお堅い感じ。休日に見るとなるとちょっと気が重いなっていう感じですね。というわけでですね、まあ、私が目指す動画としてはですね、基本的に日々の授業の中で実践できる具体的なコツを動画にまとめたいと思っています。で もちろんちゃんと黒板に実際に書いてで書きながら解説していきたいと思いますで先ほどのアンケートなんですけども私が特に見てほしい方々はここですね青いグラフが突出しているあたり、えー、姿勢ですとか文字の書き方まっすぐな文字みたいな基本的な内容を動画にしたいと思っていますですので必然的に見てほしい方々は実習生ですとか えー、若手向けの番書というよりも字に自信がない人向けですねという方々の助けになる動画を出せたらいいなと思っています。でためになるけどちょっと変みたいな <laughs> あの授業では絶対に使わない単語をとか文章を例文として扱って、まあ、ちょっとでもこう授業感がない風にしたいなというか気楽に見てもらえるような内容にできたらいいなと思っています。 でこのチャンネルは板書動画がメインのチャンネルではないので、えー、と不定期の配信になると思いますのであのチャンネル登録は、えー、しない方がいいい方がと思います <laughs> 違う動画が流れてくると思うんで他の人とね喋る動画を普段上げてますのでえっ、ー、とうーんと何ですかね再生リストを保存しておくくらいがおすすめですね。はいという感じです <laughs>。早速明日 一本目の動画をあげたいと思いますので、よろしければご覧になってください。では最後に改めまして、えー、今回アンケートにご協力いただいた61名の先生方、またこの企画に賛同していただいた方々、本当にありがとうございました。ちょっとでもねあの、誰かの役に立つようなコンテンツができたらいいなと思っていますので、生温かい目で見てやってください。それではありがとうございました。バイバーイ。